アリエン・ロッベンは、オランダフローニンゲン州、ベドゥム出身の元サッカー選手。元オランダ代表。ポジションは、フォワード、ミッドフィールダー。日本では、ベと、ペの発音及び表記が似ているため、ロッベンと語記されることがある。ファーストネームのカナ表記はやや困難だが、音節分けは、AR、ジェンなため、本来の発音は、アルエン、アルジェンに近い。地元のクラブ、VV ベドゥムでサッカーを始める。FC フローニンゲン在籍時の2000年、16歳で、プロデビュー。レギュラーとしてプレーした後、2002年に PSV へ移籍。ここでも1年目から12得点を挙げ、2002から03シーズンのヨハン・クライフ賞を受賞した。2004年3月、移籍金1800万ユーロで、チェルシー FC に移籍した。また同じ頃、精巣腫瘍を患ったが手術により回復した。同年6月から7月のユーロ2004の後、プレシーズンマッチで怪我を負い、その影響で、プレミアリーグのデビューは11月となった。だが、デビュー早々チームの主力選手として活躍し、同月のプレミアリーグ月間最優秀選手賞にも輝いている。その後も怪我に悩まされながらも、チェルシーのプレミアリーグ2連覇に貢献するなど、中心選手として活躍した。本職は4-3-3の左 WG ながら、2006から07シーズンには、アンドリー・シェフチェンコの加入によりクラブは4-4-2へとシステムを変更。レアル・マドリード時代2007年8月22日、スペインのレアル・マドリードに移籍した。5年契約で移籍金3600万ユーロ。膝の故障でシーズンは出遅れたが9月18日のチャンピオンズリーグ。ヴェルダー・ブレーメン戦でデビュー。すぐに、左サイド MF のポジションで、スターティングメンバーを獲得した。また、ユーロ2008にも招集された。しかし口述のようにレアル・マドリードでプレーした2シーズンでは、負傷が多く、負傷回数は10度に達したとされ、2009年に、クラブは、クリスティアーノ・ロナウドらを大量補強したため、ロッベン本人は、残留を望んでいたものの、その金銭補填のために放出されることになったと後に明かしている。2009年8月28日、バイエルン・ミュンヘンに移籍した。移籍金は2500万ユーロの4年契約とされ、ロッベンは背番号10を背負うこととなった。フランク・リベリーと共に、両サイドから攻撃に参加、デビュー戦となった、VfL ボルフスブルク戦で2得点を挙げた。2010年3月9日の UEFA チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦セカンドレグのアクフフィオレンティーナ戦ではミドルシュートを決め、また4月7日の準々決勝セカンドレグのマンチェスターユナイテッド FC 戦でもコーナーキックからボレーシュートを決めた。4月17日のハノーファー96戦で自身初のハットトリックを達成した。4月21日のオリンピックリヨンとのチャンピオンズリーグ準決勝ファーストレグでも決勝点となるミドルシュートを決め決勝進出に貢献した。同大会では決勝でインテルミラノに敗れ準優勝に終わったがブンデスリーガではチームトップリーグ5位タイの16得点を挙げバイエルンの2冠に貢献。シーズン終了後にはドイツ年間最優秀選手に選出された。2010から11シーズン、2010 FIFA ワールドカップでの負傷の影響で、チームへの復帰は、翌年1月まで遅れたが、リーグ14試合で12得点8アシストを記録した。2011から12シーズンは2度目の UEFA チャンピオンズリーグ決勝進出を果たすが、延長戦に突入した直後に得た PK をチェフに止められ、古巣チェルシーに敗れ、またも準優勝に終わった。2012から13シーズン、ブンデスリーガを当時史上最速で優勝すると、2年連続で UEFA チャンピオンズリーグ決勝に進出、同じドイツの最大のライバルであるボルシア・ドルトムントを破って優勝を果たした。DFB ポカールも優勝し、ドイツ史上初の3冠達成に貢献した。同年には、UEFA スーパーカップ、FIFA クラブワールドカップでも優勝、この年5冠を達成した。2013から14シーズン、12月の DFB ポカールで負傷し、FIFA クラブワールドカップに参加できず、2014年3月のシャルケ戦で、ハットトリックを達成した。DFB ポカール決勝のボルシア・ドルトムント戦では、先制点を決め勝利に貢献した。2014から15シーズン、12月16日の SC、フライブルク戦で、バイエルンでの100ゴールを達成した。怪我で約2ヶ月離脱したが、17ゴールを記録、リーグ優勝に貢献した。2017年1月バイエルンとの契約を1年延長した。2017年11月のドルトムント戦のゴールで、バイエルンでの外国人最多ゴール記録を更新、さらにブンデスリーガで最多ゴールを記録したオランダ人となった。2018年12月、今シーズン限りでバイエルンを退団することを発表した。5月18日リーグ最終戦のフランクフルト戦では交代出場からブンデスリーガ、通算99点目となる惜別のゴールを決めた。J リーグや MLS への移籍が噂されたが、2019年7月、現役引退を発表した。バイエルンでは、ブンデスリーガ通算201試合出場99ゴール62アシスト。8度のブンデスリーガ制覇、5度の DFB ポカール制覇。2012から13シーズンのチャンピオンズリーグ制覇に貢献した。2020年6月、2020から21シーズンより FC フロー人間で現役復帰をするために数週間のトレーニングを行っていることが発表された。2020から21シーズン開幕戦となった PSV 戦で先発出場したが、前半29分に負傷交代となった。復帰戦となった第32節のエメン戦では2アシストを決めた。2021年7月15日、自身の SNS で2度目の現役引退を表明した。オランダ代表でプレーするロッベンサッカーオランダ代表としては2003年4月30日に行われたポルトガル代表との国際親善試合でデビュー。2006FIFA ワールドカップでは、初戦のセルビア・モンテネグロ戦で18分に得点を挙げた。これが決勝点となり、その試合のマン・オブ・ザ・マッチとなった。大会では、6試合に出場して2得点を挙げた。EURO 2004にも招集された。初戦のイタリア戦では怪我で欠場したものの、第2戦のフランス戦で復帰すると1ゴールを決め、フランス相手に4発快勝に大きく貢献した。チームはそのままグループリーグを3戦全勝で首位通過するも、決勝トーナメント準々決勝でロシアに延長戦の末敗れベスト8に終わった。2010FIFA ワールドカップのオランダ代表にも名を連ねたが、大会前のハンガリーとの親善試合でフェイントに失敗し、ハムストリングを負傷したが、グループリーグ第3戦のカメルーニ戦から復帰。決勝トーナメント1回戦のスロバキア戦では、ミドルシュートで先制点を挙げ、大会選定のマン・オブ・ザ・マッチに選出される。準決勝のウルグアイ戦ではヘディングで3点目を挙げ、オランダを決勝に導いたもののスペインに0-1で敗戦し、準優勝に終わった。しかし大会後、クラブで行ったメディカルチェックにて、太ももの筋断裂が発覚し、これに対しバイエルンのカール・ハインツルンメニュゲ会長は、ワールドカップで強行出場を続けさせたとして、オランダ代表を批判した。この怪我への補償として、2012年5月にアリアンツ・アレーナで、バイエルンとオランダ代表の親善試合が行われている。EURO 2012にも招集された。本戦では、優勝候補と目されたが、ドイツ、ポルトガル、デンマークの死の組に入り、1勝も挙げられず3連敗を喫し、グループリーグで敗退した。なお、自身も3試合無得点で終わった。2014FIFA ワールドカップでもオランダ代表に選出された。本大会では、グループリーグのスペイン戦で2ゴール、オーストラリア戦で1ゴール、合計3得点を挙げ、オランダの2大会連続での準決勝進出に大きく貢献した。一方で、メキシコ戦では、同逆転ゴールとなった PK を得る際にダイブをしたとの疑惑を受けて、メキシコ人ファンから激しく批判された。また3位決定戦のブラジル戦でも PK を奪った。2018FIFA ワールドカップヨーロッパ予選最終節のスウェーデン戦で自身の2ゴールで2-0と勝利するも得失点差で予選敗退が決定、代表からの引退を表明した。爆発的なスプリント力ゆえに筋肉系の怪我が多く、シーズンを通じて稼働できないこともあるが、世界屈指のカットイン、ミドルシューターとしての実力もあった。オランダ代表の試合が、ロッベンのワンプレーで決まると言っても、過言ではないという意見もある。国際 A マッチ96試合37得点、チェフと共に05-06シーズンプレミアリーグ、優勝トロフィーを持つロッベン。ありがとうございます。